赤ちゃんだって絵本大好き。0歳、1歳、2歳の絵本リスト。生駒市図書館。制作、生駒市声のボランティア。表紙絵、説明。お母さんとお父さんと3人の子供のイラストが描かれています。お母さんは赤ちゃんを膝に乗せて絵本を開いています。その横のお父さんは男の子を膝に乗せています。お姉ちゃんはお母さんの横に立って絵本を覗いています。表紙絵、終わり。録音図書判例。この本には絵本の表紙やイラストがカラーで掲載されていますが、それらの説明は省略します。0、1、2絵本シリーズは0歳、1歳、2歳向け用絵本です。録音図書判例、終わり。原本判例1、2008年6月までに出版された絵本とわらべ歌の本の中から、中、0歳から2歳の子供とその保護者に勧めたい本157点、164冊、CD1 枚含む、を選びました。中、2014年改訂版発行にあたり、2012年出版の絵本を3冊追加しました。中、終わり。子供の成長を考慮して、ホップ、ステップ、ジャンプの3グループに分け、ステップの中はテーマ別に構成しました。また、絵本大好き、3歳からの絵本リストで、すでに紹介した絵本については、福ちゃんマークをつけました。2、収録作品はすべて図書館で所蔵しています。3、各作品の書史的事項は、書名、シリーズ名、著者名、画家名、役者名、出版社、刊行年、ページ数を記しました。初版年がわかるものについては、各括弧内に付記しました。4、巻末に、署名作品及び人名、著者、役者、画家、写真家、編者など、人名作品をつけました。5、わらべ歌のページでは、絵本の回、中、で子供たちが特に楽しんだわらべ歌を紹介しました。10ページ掲載のわらべ歌の本を参考にしました。中、絵本の回は、4歳未満の子供と保護者が一緒になって、絵本とわらべ歌を楽しむ、生駒市図書館、文館、図書室主催の講座です。中、終わり。6、Q&A は、絵本の回の参加者から多く寄せられた質問や悩みに回答しました。同じ思いを持つ方々の参考となれば幸いです。原本判例終わり。はじめに、赤ちゃんの体がミルクや食べ物で日々育つように、その心も育っています。赤ちゃんの心を育てるもの、それはお母さん、お父さんや周りの人が毎日話しかける言葉です。心を込めて目を見つめ、たっぷりと語りかけるごとに、赤ちゃんの中に言葉のもとが少しずつ蓄えられていきます。同時に、愛されていることの喜びや、嬉しい、悲しいなど、様々な感情も生まれます。そうして心が育っていくのです。そんな日々の暮らしの中に絵本を取り入れてみませんか？優れた絵本には、美しい絵とともに、普段の生活では、なかなか出会うことのない、趣のある様々な言葉が溢れています。お母さんやお父さんが、その言葉や絵を、楽しい、
美しいと感じて読んだなら、赤ちゃんにもきっと思いは伝わります。赤ちゃんにとって大好きな人の声で絵本を読んでもらうのは嬉しいことです。また、大人の方でも、赤ちゃんのぬくもりや心の動きを肌で感じながら絵本を読むとき、赤ちゃんへの愛情や共に暮らす喜びを感じるのではないでしょうか。赤ちゃんに、そして周りの大人にも、絵本で幸せなひとときを。目次。はじめに、ホップ1ページ。初めての絵本1ページ。わらべ歌のページ丸1。ジージーバー、ちょちちょちあわわ、めんめんすうすう、ねんねんねやま、5ページ。ステップ、6ページ。わらべ歌、7ページ。言葉、リズム、11ページ。色、形、14ページ。おしゃべりしましょう、16ページ。楽しい毎日、18ページ。わらべ歌のページ、丸に、足足アヒル、お座りやす、親指眠れ、1里2里、25ページ。おいしいね、26ページ。動物大好き、29ページ。乗り物、32ページ。遊び、34ページ。見つけた、38ページ。わらべ歌のページ、丸3。タンポポタンポポ、ホタル来い。ほ、ほ、ホタル来い。キーリスチョン。雨コンコン、39ページ。ジャンプ、40ページ。これからもずっと絵本大好き、46ページ。索引、47ページ。Q&A 1、いつ頃から絵本を読み始めたらいいのですか？ 4 ページ。2、どんな絵本を選べばいいのですか？ 8 ページ。3. 舐めたりかじったり破ったりしてしまいます。12ページ。4. 次々にページをめくりたがります。14ページ。5. せっかく読んでも反応が今一つだったり、最後まで聞かなかったり。絵本に興味がないのでしょうか？23ページ、24ページ。6、同じ本ばかり読んで欲しがります。いろんな本を読んでやりたいのですが。26ページ。7、兄弟がいるときは誰に合わせればいいのですか。28ページ。8、どんな風に読めばいいのでしょうか。うまく読むことができません。35ページ。9. テレビや DVD の絵本シリーズを見せているので、親がわざわざ読んでやらなくてもいいのではないですか。37ページ。10. 絵本の読み聞かせはいつまで続けたらいいのですか。38ページ。目次、終わり。1ページ。初めての絵本、1ページ。初めて赤ちゃんと絵本を読んでみようと思ったお母さん、お父さん、ホップの絵本です。絵本は楽しいもの。一緒に絵本を読む時間は幸せな時間。それを親子で実感してもらえたら嬉しいです。初めてのお誕生日がまだまだでも、もうとっくに過ぎていても、
最初の第一歩はここから始めてみてください。無理に全部読もうとしなくても構いません。お母さん、お父さんが面白そうだなと思ったものから読んでみてくださいね。いないいないばあ、松谷美代子赤ちゃんの本。松谷美代子文、瀬川康夫絵、同心社1981年、初版1967年、20ページ。にゃーにゃ、くまちゃん、こんこんぎつね。画面いっぱいに描かれた動物が手で顔を隠して登場し、いないいない。ページをめくると、ばーっと顔を見せます。赤ちゃんは動物たちのまん丸な瞳が自分に向けられているのを見て、笑顔をはじけさせます。昔ながらの遊びをモチーフにした初めての絵本にぴったりな一冊です。こうしてあやしてもらった昔を思い出して赤ちゃんと楽しみましょう。リンゴ、母と子の絵本。松野雅子文、鎌田陽子絵、同心社1984年、20ページ。赤いリンゴ、丸いリンゴ、黄色いリンゴ、丸いリンゴ、ピンクのリンゴ、丸いリンゴ。柔らかい色使いで丁寧に描かれた美味しそうなリンゴが3つ。お母さんが皮を剥いて、切って、芯を取って、お皿いっぱいに盛ってくれました。詩のように優しい言葉で、ゆったりした気持ちになる絵本。みんなでリンゴを食べる幸せに、自然と笑顔が生まれます。赤ちゃんは丸いリンゴを見て、にっこり。おいしそう。食べたいなって思うのかな？お出かけしようか。ご飯食べよう。おやすみなさい。赤ちゃんの絵本、物の絵本1日。大阪 YWCA 千里子ども図書室文、大塚一雄絵、福音館書店2012年、各20ページ。くっついた、三浦太郎作絵、小熊社2005年、24ページ。金魚と金魚がくっついた。アヒルとアヒルもくっついた。お母さんと赤ちゃんもほっぺをくっつけ、お父さんも。くっつくのは仲良しの印。赤ちゃんがにっこり笑顔になる絵本です。もう起きるかな？012絵本。松野雅子文。藪内正幸絵。福音館書店。1998年。20ページ。猫の親子が仲良くぐっすり眠っています。猫、猫、よく寝ているね。もう起きるかな？ページをめくると、ああ、起きた。目覚めて伸びをする姿はとても気持ちよさそうです。犬、リス、クマ、ゾウの親子も次々に登場します。動物たちのユーモラスな仕草の中に親子の愛情が感じられる絵本。赤ちゃんに話しかけるようにゆっくり読んでみてください。てんてんてん012絵本。和歌山静子作。福音館書店
1998年、20ページ。てんてんてん、テントウムシ。ぐるぐるぐる、カタツムリ。赤ちゃんは、テンポの良い言葉とシンプルな絵を体全体で感じて、声を上げ、指で絵をなぞろうとします。小さい時ほど楽しめる一冊です。ガタンゴトン、ガタンゴトン。赤ちゃんの絵本。安西水丸作。福音館書店。1987年。20ページ。ガタンゴトン、ガタンゴトン。と、汽車が来ました。哺乳瓶やコップ、バナナや猫などが、乗せてくださーい、と声をかけます。みんなを次々に乗せて、どこへ行くのかな？赤ちゃんはガタンゴトンの響きが大好き。リズムに乗って体を揺らしたり、上下させたり、全身を使って楽しみます。なじみの果物や動物を見つけて、にっこり笑ったり、去っていく汽車に、バイバイと手を振ったりすることも、心地よい言葉の繰り返しを一緒に楽しんでください。ぴょーん、初めての冒険。松岡達秀、作、絵、ポプラ社、2000年、36ページ。カエルがぴょーん、子猫がぴょーん。バッタがぴょーん。カタツムリが縦に開いた上下のページいっぱいに動物たちがジャンプ。最後は私もぴょーん。読んでもらって思わず体がぴょーんと飛び上がる子もいるでしょう。体を動かさなくても想像の中でジャンプする気持ちよさが感じ取れるようになったら、本から得られる楽しみの世界がぐーんと広がるに違いありません。ブーブーブー012絵本小風幸文脇坂勝治絵福音館書店2007年20ページQ&A1 いつ頃から絵本を読み始めたらいいのですか？赤ちゃんと目を合わせ、抱っこしてたっぷり話しかけ、笑いかける。そんな日々の中で、ふと目と目が合って、読んでみようかなと思ったら、その時が始め時。10ヶ月前後から絵本に興味を持ち始める子が多いようですが、個人差があります。急がず焦らず、ゆっくり進めてくださいね。わらべ歌のページ、1。じーじーばー、ちょちちょちあわわ、めんめんすーすー、ねんねんねやま。5ページ。抱っこでねんねで、わらべ歌。素朴な言葉と繰り返しのリズムが心地よいわらべ歌。歌ってやると赤ちゃんは上機嫌。お母さんもあやすのがより楽しくなります。絵本を読み始める前に、こんなわらべ歌を楽しんでみてはいかがですか？ 1. ジージーバー。ハンカチを使ったいないいないバー遊びです。じいじいばあ、じいじいばあ、ちりん、ぽろんと、飛んでった。じいじい、ハンカチで顔を隠す。ばあ、顔を出す。じいじいばあ、繰り返す。ちりん、隠す、出す。
ポロンと、隠す、出す。飛んでった。ハンカチを放り投げる。二、ちょちちょちあわわ。最初は膝に乗せて赤ちゃんの手を取って、お座りできるようになったら向かい合わせで遊びましょう。大人がもう一人いたら赤ちゃんを抱っこしてもらって向かい合わせになって。ちょちちょちあわわ。かいぐりかいぐりとっとの目。おつむてんてん、ひじとんとん。ちょちちょち、手をたたく。あわわ、手を口に当てる。かいぐりかいぐり、拳を握って両手をぐるぐる。とっとの目、目を指さす。おつむてんてん、両手を頭に置いて、てんてん、肘トントン、肘を曲げて反対の手でトントン。三、めんめんすーすー。膝の上で横抱きにして、右手で赤ちゃんの顔を触ります。言葉をかけながら優しく触れると、嬉しそうにしてくれますよ。めんめんすーすー、けむししきくらげちゅ。めんめん、目の下を2回触る。すーすー、鼻筋を上から下へ2回なぞる。けむしし、眉毛を2回なぞる。きくらげ、耳たぶを2回つまむ。ちゅ、唇に触れる。四、ねんねんねやま。寝かせるときに子守歌をゆったりと歌ってやると赤ちゃんも落ち着いて眠れます。一つだけでも覚えておくとお母さんも夜が楽になりますよ。ねんねんねやまの米屋町。米屋の横丁を通るとき、チューチューネズミが鳴いていた。何の用かと聞いたらば、大黒様のお使いに、ねんねした子のお使いに、坊やも早くねんねしな。大黒様へ参ります。ねんねん。米屋町、米屋の横丁を通るとき、同じメロディーを繰り返す。ステップ6ページ。ホップの絵本を読んでみて、赤ちゃんの様子はどうでしたか？楽しんでいるようなら、もう一歩進んで次のステップへ。ここではいろいろな絵本をテーマに分けて紹介しています。赤ちゃんは一人一人違います。様子を見ながら選んでください。そしてお気に入りの一冊が見つかったら、どうぞ心を込めて何度でも読んでやってくださいね。忙しい日々、何でも完璧を目指すと気が焦り、声は尖り、目はつり上がるということに。赤ちゃんがご機嫌になるのなら、家事は後回しにして、赤ちゃんとの絵本の時間を優先させてもいいのでは。お母さんもリラックスできれば、たったの5分でも、それは親子に幸せを運ぶ魔法のひとときになるはずです。また、お母さんの手が離せないときは、お父さんの出番です。赤ちゃんと絵本を読む楽しみをお母さんに独り占めさせる手はありませんよ。わらべ歌7ページ。とと結構、夜が明けた。わらべ歌絵本。
小林恵美子、アン、真島節子、絵、こぐま社、2005年、24ページ。とと結構、夜が明けた、豆鉄砲、起きてきな。めんどりが眠っているひよこに歌いかけると、ひよこは、おはよう、と、笑顔で起きました。次に、子猫にも歌いかけて、わらべ歌、とと結構を元にした絵本です。めんどりのように、目覚めの時に、この歌を歌って起こしてやると、きっと一日の始まりを笑顔で迎えられるでしょう。豆鉄砲の部分を子供の名前に変えて歌うと、子供はより一層ご機嫌になります。待て待て待て。わらべ歌絵本。小林恵美子、アン。真島節子、絵。こぐま社。2005年、24ページ。ちびすけどっこい。わらべ歌絵本。小林恵美子、アン。真島節子、絵。こぐま社。2006年、24ページ。せんべ、せんべ、焼けた。わらべ歌絵本。小林恵美子、アン。真島節子、絵。こぐま社。2006年、24ページ。えんやら、りんごの木。松谷美代子、赤ちゃんのわらべ歌。松谷美代子、文。遠藤照代、絵。改正社。1978年、20ページ。一粒の種から芽が出て花が咲き、実がなって、真っ赤なリンゴができたら誰にあげようかな。大好きなお母さん、それともお父さん、みんなに配って、自分も食べて、最後は幸せな気持ちでねんねします。遊びましょ。松谷美代子、赤ちゃんのわらべ歌。松谷美代子、文。丸木俊、絵。改正社。1977年、20ページ。Q&A 2。どんな絵本を選べばいいのですか？例えば、言葉の響きや繰り返しのリズムが耳に心地よい文章や、正確に美しく描かれた絵など、ポイントはいくつかありますが、そういうアドバイスがあっても、実際に絵本を選ぶのは難しいものです。頭で考えるより、まずはこの絵本リストから、お母さんやお父さんが気に入ったものを自分で読んでみてください。そして、面白い、楽しいと感じたら、今度は赤ちゃんとその楽しさを分かち合う番です。そういう繰り返しの中で、どんな絵本を選べばいいかは、自然に分かってくるでしょう。いろいろお世話になりました。幼児絵本シリーズ。柳生源一郎作。福音館書店。2008年。24ページ。わらべ歌のお茶を飲みに来てくださいをもとに作られた絵本。登場する子供や動物たちが、こんにちは、さようならを繰り返し、持ち物を交換したり遊んだりします。歌いながら読んでやると、子供も自然に口ずさむでしょう。色鮮やかに描かれたポップな絵はユーモラスで思わず笑ってしまいます。ラストの卵から何が出てくるのかを想像するのも楽しみの一つです。答えは裏表紙にあります。さよなら三角。
こぐまちゃん絵本。和歌山県作。こぐま社。1977年。22ページ。開いた開いた。こぐまちゃん絵本。和歌山県作。こぐま社。1977年。22ページ。いちじく、にんじん。子供の友、0、1、2。2007年10月号。大阪 YWCA 千里子供図書室、庵。ごんもり夏子、絵。福音館書店。2007年20ページ。いちじく、にんじん、山椒にしいたけ。数え歌の語呂がよく、ページをめくりながら自然と節をつけて口ずさんでしまいます。丁寧に描かれた野菜の絵は、手触りまで感じられるようです。わらべ歌で子育て。入門編、応用編。阿部八重著。平野恵里子、絵。福音館書店、母の友編集部、編。福音館書店。入門編。2002年。128ページ。応用編。2003年。216ページ。赤ちゃんとお母さんの遊び歌絵本。小林恵美子編、大島妙子絵。野良書店、1998年、39ページ。子供とお母さんの遊び歌絵本。小林恵美子編、大島妙子絵。野良書店、2000年、31ページ。みんなで遊ぶわらべ歌。日本傑作絵本シリーズ。近藤信子編、遊び方指導。梶山敏夫絵。福音館書店、1997年、40ページ。日本のわらべ歌、1から4。近藤信子、著。柳生源一郎、著。福音館書店、2001年。1から3、各96ページ。4、48ページ。梅干しさんの歌、わらべ歌。真島節子、絵。細谷巌、構成。福音館書店。1967年。34ページ。上がり目、下がり目。お母さんと子供の遊び歌。真島節子、絵。こぐま社。1994年。32ページ。あんた方どこさ。お母さんと子供の遊び歌。真島節子、絵。こぐま社。1996年。32ページ。大和のわらべ歌。奈良市恩情館、著。奈良市恩情館。1999年。80ページ。生駒のわらべ歌。生駒市教育委員会制作。生駒市教育委員会。2006年。言葉、リズム。11ページ。もこもこもこ。
ポッポライブラリーみるみる絵本、谷川俊太郎作、元永貞正絵、文献出版、1977年、29ページ。表紙をめくると、シーン。次のページには、モコ、モコモコ。ページを追うごとに、子供の表情がほぐれていきます。ニョキ、パク、ふんわふんわ。固唾を飲んで見ていた子供の体の奥で、何かが動き出すようです。これは何だろう。大人には何だかわからない、不思議でへんてこな世界で、子供は自由にイメージを膨らませて遊びます。その姿を見ていると、この絵本の心を揺さぶる力に驚かされます。鮮やかな色彩、独創的な造形、言葉の響きを楽しんでください。ゴブゴブ、ゴボゴボ。ゼロ、一、二、絵本。駒形克実、作。福音館書店。1999年、20ページ。ガチャガチャ、ドンドン。幼児絵本シリーズ。元永貞正、作。福音館書店、1990年、24ページ。モケラモケラ、日本傑作絵本シリーズ。山下洋介、文。元永貞正、絵。中辻悦子、構成。福音館書店、1990年。32ページ。モケラモケラ、デケデケのリズムに乗って始まる、色と形の不思議な世界。子供たちは音楽を楽しむように言葉と遊び、そのイメージを絵の中に見つけて、体中で表現します。モダンアート感覚の絵本です。夢。ニコニコ。柳原良平作、絵。こぐま社。1998年。24ページ。お日様さんさん。魚すいすい。雨ザーザー。リズミカルな言葉でスケッチされた情景が、明るくおおらかな表情の切り絵とドッキング。子供と一緒に声に出して楽しんでください。カカカカカ、福ちゃんマーク、ゴミ太郎作、改正社、1991年、32ページ。ワン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 、クスクス絵本、高畑淳作、理論社、1993年、28ページ。Q&A 3、舐めたり、かじったり、破ったりしてしまいます。困ってしまいますね。赤ちゃんは初めて出会った絵本というものをそうやって確かめているのでしょう。でも、そのままにしておくのは衛生面からも問題です。口に入れたり、破ったりしてはいけないということは、教えなければわかりません。その都度、優しく言い聞かせるようにしてください。何によらず、子供は、大人の姿を見て学ぶもの。本との付き合い方も、身をもって教えていきましょう。本を大切に。図書館からのお願いです。黒猫母さん、幼児絵本シリーズ、東薫平作、福音館書店、1990年、
24ページ。切り抜いた紙とその抜いた後で描かれた猫たち。母さん猫の産んだ子猫は白黒3匹ずつ。色だけでなく、キャラクターのコントラストにも注目してください。リズミカルな言葉に読み聞かせの楽しさも広がります。ひまわり。幼児絵本シリーズ。和歌山静子作。福音館書店。2006年。24ページ。走るの大好き。0、1、2、絵本。和歌山静子作。福音館書店。2003年。20ページ。マリ。赤ちゃんから絵本。谷川俊太郎文。広瀬源絵。クレヨンハウス。2003年。24ページ。目の窓開けろ。幼児絵本シリーズ。谷川俊太郎文。張新太絵。福音館書店。1984年。24ページ。バイバイ。松井のり子赤ちゃんの本。松井のり子作。改正社。2001年。初版。1983年。22ページ。色、形。14ページ。丸々。幼児絵本シリーズ。中辻悦子作。福音館書店。1998年。24ページ。黄色い表紙に穴二つ。線が一本加わるだけで、穴が目になっていろんな顔に見えてきます。丸々絵変。丸々母母。色とりどりのページの上で繰り広げられる形と言葉と色のショータイム。あっち見て、こっち見て。ゼロ、一、二、絵本。中辻悦子作。福音館書店。特製版。20ページ。三角。山本忠義作。福音館書店。特製版。24ページ。コロコロコロ。幼児絵本シリーズ。元永貞正作絵。福音館書店。1984年。24ページ。色とりどりの小さな丸い色玉がいっぱい。一列になって階段道も凸凹道も嵐の道もコロコロコロ。軽快に転がっていく色玉の動きを追いかけながら子供は終点まで楽しみます。Q&A4。次々にページをめくりたがります。何でも自分でやってみたい時期です。スプーンだって、靴だって、絵本だって。めくるという行為に飽きるまで、お母さんもしばらく付き合ってください。丸くておいしいよ。ゼロ、一、二、絵本。小西英子作。福音館書店。1999年。20ページ。表紙には
丸くて美味しそうなドーナツ。表紙をめくると、中には大きな赤い丸が一つ。これなーに、と問いかけながらページをめくると、現れたのは大きな丸いチョコレートケーキ。カラフルな丸が次々に丸くて美味しいものに大変身。ビスケット、海苔巻き、レモン、そして大きなスイカ。どれも子供たちの好きなものばかり。ほーら、丸くて美味しいよ、と言って子供たちに見せると、美味しいものを食べた時の嬉しそうな笑顔が返ってきます。赤い風船、福ちゃんマーク、イエラ・マリ・サク、ホルプ出版、1976年、32ページ。クマさん、クマさん、何見てるの？エリック・カール、絵、ビル・マーチン、文、改正者、編集部、訳、改正者、1984年、25ページ。茶色いクマさん、何見てるの？赤い鳥を見ているの。赤い鳥さん、何見てるの？カラフルな動物が順々に登場する楽しい絵本。見守ってくれる人がいるという安心感もそっと伝えてくれます。おしゃべりしましょう。16ページ。ハリネズミ母さん。0、1、2、絵本。松屋さやか、文。M、ミトゥーリチ、絵。福音館書店。1999年、20ページ。うさぎ、うさぎ、何食べてるの？松野雅子、作。大沢章介、絵。福音館書店。特製版。24ページ。うさぎ、うさぎ、何食べてるの？人参、キャベツ、クローバー。猫、猫、何食べた？魚一匹、ペローリ。鳩、鳩、何食べてるの？豆、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 豆。繰り返しのリズムに乗せた言葉は、物の名前を知らない幼い子の耳にも、わらべ歌を聞くように、心地よく入っていきます。何食べてるの？の問いかけに、子供が絵を指さすのを待ちながら、ゆったり読んでやってください。お母さんと子供。自分で開く絵本。H. A. レイ作。石竹光恵訳。文化出版局。1970年、22ページ、全4冊、分売不可。他に、さあ食べようね、誰のうちかな、サーカスを見よう。いいお顔。松谷美代子、赤ちゃんの本。松谷美代子、文。瀬川康夫、絵。同心者。1967年。20ページ。ふーちゃんがいいお顔をしていると、猫や犬たちがやってきました。みんなでいいお顔をしていると、お母さんはビスケットをくれて、
優しく描かれた表情は、見ているだけで心が和みます。卵の赤ちゃん。幼児絵本シリーズ。神沢敏子文。柳生源一郎絵。福音館書店。1993年。24ページ。卵の中でかくれんぼしている赤ちゃんは誰？出ておいでよ。いろいろな大きさや形の卵に優しい呼びかけがかかります。そのたびに、ピッピッピッとひよこ、よちよちよちとカメ、そしてヘビ、ペンギン、恐竜の赤ちゃんが生まれ、最後はみんなで大行進。あれ？グググは誰の声？どんな赤ちゃんが生まれるか、子供たちは興味津々。鮮やかな色でユーモラスに描かれた赤ちゃんの登場に、声を上げて大喜びです。ここよ、ここよ。ゼロ、一、二、絵本。神沢敏子、文。藪内正幸、絵。福音館書店。2003年。20ページ。出てこい、出てこい。ゼロ、一、二、絵本。林明子、作。福音館書店、1998年、20ページ。誰か隠れてるよ。出てこい、出てこい。すると、葉っぱの形をした緑色の色紙から、ゲコゲコゲコとカエルが飛び出します。葉っぱにはカエルの抜けた跡がくっきり。出てこい、出てこいと呼びかけるたびに、いろいろな形の色紙から、うさぎやアヒルの親子が抜け出してきます。子供は、次は何が出てくるかなと、ワクワクしながら楽しみます。切り絵のイメージを生かした絵本です。楽しい毎日。18ページ。白熊ちゃんのホットケーキ。こぐまちゃん絵本。和歌山県作。こぐま社。1972年。22ページ。白熊ちゃんがホットケーキを作ります。卵、牛乳、小麦粉など、ボウルに入れてかき混ぜます。ピチ、ピチ、ピチ、プツ、プツ。フライパンの上で美味しそうなホットケーキが焼けていきます。はい、出来上がり。こぐまちゃんをお招きして、こんがりほかほかのホットケーキを二人で仲良く食べました。家族揃ってお休みの日、絵本を見ながらホットケーキを焼いてみたくなります。焼き上がりの嬉しさを思い浮かべながら、ゆっくり読んでやってください。こぐまちゃんの水遊び。こぐまちゃん絵本。和歌山県作。こぐま社。1971年。22ページ。ジョーンとアヒル。マーガレット・ロー・作。松野雅子・役。津田露頭・絵。福音館書店。特製版。24ページ。日曜日、ジョーンとお父さんは公園の池に住む3羽のアヒルに餌をやりに行きます。二人が池に着くと、アヒルたちはよちよちよちと
お尻をふりふりやってきて、父と子で過ごすこんな休日、楽しそうですね。おててが出たよ。くつくつ歩けの本。林明子作、福音館書店、1986年、20ページ。幼い子が一人で服を着ようとしています。ところが、なかなかうまくいきません。おててが出たよ。頭が出てきた。お顔が出たよ。やっと顔や手足を服の外にきちんと出せた時の嬉しさは、幼い時に誰もが経験することではないでしょうか。まるで自分が着ようとしているかのように真剣な眼差しを向ける子供に、出てきた手足を指差しながら読んでやると、一層集中して聞きます。自分でできた、その喜びが味わえる嬉しい一冊です。くつくつ歩け。くつくつ歩けの本。林明子作。福音館書店。1986年。20ページ。キュッキュッキュッ。くつくつ歩けの本。林明子作。福音館書店。1986年。20ページ。おさじさん。松谷美代子、赤ちゃんの本。松谷美代子、文。東光寺慶、絵。同心社。1969年。20ページ。熊のテディちゃん。グレタ・ヤヌス作。ロジャー・デュボアザン絵。湯沢明美役。子熊社。1998年。32ページ。黄色い釣りズボン。象の絵がついた白いエプロン。青い椅子。緑のコップ。熊のテディちゃんが自分の持っている大切なものを見せてくれます。自分のものに興味を持ち始めた2歳くらいの子供にぴったりの一冊。ゾウくんの散歩。子供の友絵本。中野博隆作絵。中野正隆。デタリング。福音館書店。1977年28ページ。ゾウくんが散歩していると、カバくんに会って背中に乗せてあげました。次に会ったワニくんもカバくんの上に乗せ、その上にカメくんも乗せて、うん、うん、重いぞ。ドッボーン。とうとう、みんなで池の中。傘。幼児絵本シリーズ。松野雅子作。原田治絵。福音館書店。1992年。24ページ。傘さしてあげるね。ゼロ、一、二、絵本。長谷川節子、文。西巻かや子、絵。福音館書店。1998年。20ページ。お散歩、お散歩。ゼロ、一、二、絵本。広野貴子作。福音館書店。2008年。20ページ。
青い長靴履いてお散歩。水たまりもバシャバシャ。裸足になってもっとバシャバシャ。とうとう長靴の中までたっぷんたっぷんになりました。絵本の中ですから思いっきりやらせてあげましょう。いいな、いいな。ゼロ、一、二、絵本。片山健作。福音館書店。特製版。20ページ。王くん、おんぶ。ゼロ、一、二、絵本。片山健作。福音館書店。2007年、20ページ。王くんが熊さんをおんぶ。お人形さん、豚さん、犬さんもおんぶして。おーっとっと、どっしん。転んでしまった王くんは、今度はお母さんにおんぶ。やっぱり、大好きなお母さんの背中が一番です。抱っこして、西巻かや子赤ちゃんの本。西巻かや子作、こぐま社、1995年、20ページ。抱っこ、抱っこ、ねえ抱っこ。長新太のねえねえ絵本。長新太作、ポプラ社、2005年、20ページ。猫も豚もねえ抱っこ。ボールも靴もねえ抱っこ。みんな抱っこが大好き。お膝で抱っこしながら読みましょう。おんぶ、おんぶ、ねえおんぶ。長新太のねえねえ絵本。長新太作、ポプラ社、2005年、20ページ。どうすればいいのかな？くまくんの絵本。渡辺茂雄文、大友康夫絵。福音館書店。1980年、24ページ。くまくんが一人でお出かけの用意をしています。ところが、シャツをパンツのように足から履いてしまったり、靴を耳にかぶってしまったり、なかなか上手に着替えられません。どうすればいいのかな？お父さん、遊ぼう。くまくんの絵本。渡辺茂雄文。大友康夫絵。福音館書店。1986年。24ページ。こんにちは。くまくんの絵本。渡辺茂雄文。大友康夫絵。福音館書店。1980年。24ページ。お風呂でチャプチャプ。松谷美代子赤ちゃんの本。松谷美代子文。岩崎千尋絵。同心社。1994年。初版。1970年。20ページ。アヒルちゃんがお風呂から早くおいでと僕を呼んでいます。ズボンもシャツもパンツも脱いで、アヒルと一緒にお風呂でチャプチャプ。岩崎千尋独特の淡い色彩からお風呂の温かさが伝わってきます。
お日様、あはは。前川和夫、作、絵。こぐま社、1989年、24ページ。お日様が、あはは。大きな木が、あはは。みんな、あははと笑っているのに、あれ？一人、ご機嫌斜めな男の子がいます。そこへお母さんがやってくると、途端に、あはは。思わず顔がほころぶ絵本です。ペロペロペロ。張信太、作。BL 出版。1999年。20ページ。顔顔、どんな顔。柳原良平、作、絵。こぐま社、1988年、20ページ。顔に目が二つ、鼻は一つ、口も一つ。楽しい顔、悲しい顔、笑った顔、たくましい顔、甘い顔、など、シンプルな切り絵で、人の気持ちを豊かに表現している絵本です。顔の輪郭、目や口の位置、形が違えば、びっくりするほど表情も変わります。親子で顔真似をしながら、お気に入りの顔を見つけてください。Q&A5。 せっかく読んでも反応が今一つだったり、最後まで聞かなかったり、絵本に興味がないのでしょうか。1、期待通りの反応が返ってこないとがっかりしますよね。でも焦らないで一緒に楽しめる時を待ちましょう。絵本の内容が出会うには早かったのかもしれないし、たまたまご機嫌が悪かったのかも。また、聞いていないように見えても、赤ちゃんの心にはちゃんと届いていることもあるんですよ。2、時間に追われていたり、義務感から読んでいたりしませんか？子供は大人の気分に敏感です。まずは、テレビを消して、ゆったりとした気持ちで子供と楽しみましょう。どこから読み始めて、どこでやめてもいい、言葉遊びの本を読むのもいいでしょう。お母さんが絵本を好きなら、子供もきっと好きになるはず。絵本タイムが親子にとって待ち遠しい時間になれば、いつの間にか最後のページまで読んでいるはずです。おやすみなさいの本、福ちゃんマーク。世界傑作絵本シリーズ。マーガレット・ワイズ・ブラウン、文。ジャン・シャロー、絵。石井桃子、訳。福音館書店。1962年。32ページ。おやすみなさい、コッコさん。福ちゃんマーク。幼児絵本シリーズ。片山健、作、絵。福音館書店。1988年。24ページ。おやすみなさい、お月様。児童図書館、絵本の部屋。マーガレット・ワイズ・ブラウン、作。クレメント・ハード、絵。セタテージ、訳。評論者、1979年、31ページ。お月様、こんばんは。くつくつ歩けの本。林明子、作。福音館書店。1986年。20ページ。夜になって、
暗いお空にまん丸のお月様が出てきました。お月様こんばんは。ところが雲がやってきてお月様を隠してしまいます。やがて雲が去って笑っているお月様の顔が見えました。ああよかった。読んでもらっている子供の曇っていた顔もにっこり。濃紺の空にぽっかり浮かんだ黄色いお月様が色鮮やかです。子供と一緒に空を見上げて、お月様こんばんはと言いたくなりますよ。わらべ歌のページ丸2、足足アヒル、お座りやす、親指眠れ、一里二里、25ページ。足のせ、膝のせ、指遊び、くすぐり遊びもあるよ。1、足足アヒル。大人の足の甲に子供を乗せて歩きます。向かい合わせでも同じ方向でも。歩く様子がまさにアヒルのようでかわいい。足足アヒル、かかとを狙え。足足アヒル、かかとを狙え。2、お座りやす。子供が大喜びする遊び。大人が足を伸ばして座り、膝の上に子供を乗せて弾ませます。怖がらないようなら、最後は足を広げて、ドスンと落とします。体を支えてやるのを忘れずに。お座りやす、椅子どっせ。あんまり乗ったら、こけまっせ。ドスン。お座りやす、椅子どっせ。あんまり乗ったらこけまっせ。ドスン。3、親指眠れ。小さいうちは子守歌のように歌うだけでもいいですね。指を寝かしたり起こしたりできるようになったら指遊びもやってみましょう。親指眠れ、差し指も、中指、紅指、小指みな、ねんねしな、ねんねしな、ねんねしな。親指眠れ。子供の手首を握り、もう片方の手で子供の親指を寝かす。差し指も、人差し指を寝かす。中指、中指を寝かす。紅指、紅指、イコール薬指を寝かす。小指みな、小指を寝かす。ここで拳を握った状態。ねんね、小指を起こす。しーな、薬指を起こす。ねんね、中指を起こす。しーな、人差し指を起こす。ねん、親指を起こす。ね、親指寝かす。しな、すべての指を寝かす。4、一里、二里。子供の大好きなくすぐり遊びです。いろんなパターンを考えて楽しんでください。一里、二里、三里、しりしりしり。一里、子供を寝かせて両手で両足の指先をつかむ。二里、足首をつかむ。三里、膝をつかむ。しりしりしり、お尻の脇をくすぐる。おいしいね。26ページ。
果物。幼児絵本シリーズ。平山和子作。福音館書店。1981年。24ページ。さくらんぼ、スイカ、桃、ぶどう、梨。季節を彩る果物が、もぎたてのみずみずしさそのままに、丁寧に描かれています。食べやすく剥いた果物を、さあどうぞ、と進める手には、愛情が感じられます。バナナを自分で剥くことができた子供が、嬉しそうににっこりする最後のページでは、読んでもらっている子供たちにも、満足の笑顔が浮かびます。いちご。幼児絵本シリーズ。平山和子作。福音館書店。1989年。24ページ。いちごが花を咲かせ、青い実をつけました。小さな実は日ごとに大きくなって赤く色づいていきます。ボールいっぱいに盛られたいちごの美味しそうなこと。さあどうぞ。一粒つまんでお口に入れたくなりますよ。野菜。幼児絵本シリーズ。平山和子作。福音館書店。1982年。24ページ。Q&A6。同じ本ばかり読んでほしがります。いろんな本を読んでやりたいのですが。時間の許す限り、何度でも読んでやってください。赤ちゃんは繰り返し読むことで、新たな発見をしたり、イメージを深めたりしています。自然に興味が他の本、他のものに移っていく時がやってきます。それまでは気長に付き合ってください。大好きな絵本を大好きな人に読んでもらうのは至福の時間。きっと親子の思い出の一冊になることでしょう。人参。嫌だ嫌だの絵本。瀬名恵子。作、絵。福音館書店。1969年。24ページ。人参の好きな子だあれの問いかけに、様々な動物が人参を食べて、ああ、おいしい。そして坊やも人参を食べて、元気いっぱい。人参嫌いの子も思わず好きになってしまいそうな絵本です。野菜大好き。柳原良平作絵。こぐま社。2004年。24ページ。大根、人参、きゅうり、かぼちゃ。ニコニコ笑った切り絵の野菜が歯切れの良い言葉と共に登場。色とりどりの野菜を食べて元気いっぱい大満足。お店へ行って野菜を探すのが楽しみになるかもしれません。僕の人参。ルース・クラウス作。クロケット・ジョンソン絵。渡辺茂雄訳。ペンギン社。1980年。28ページ。パン大好き。0、1、2、絵本。曽谷清文。福島昭恵絵。福音館書店。2007年。20ページ。おにぎり。幼児絵本シリーズ。平山映像文。
平山和子絵、福音館書店、1992年24ページ。ご飯を炊いて水と塩をつけた手のひらにご飯を乗せて、熱々ふっふっ、ぎゅっと握って海苔を巻いたらおにぎりの出来上がり。お弁当箱に入れて、はいどうぞ。お皿いっぱいに並んだたくさんのおにぎりはとてもおいしそう。出来上がりを楽しみに待っていた子供たちは思わず手を出して口に運び、うれしそうに食べます。炊きたてのご飯の温かさや手のぬくもりとともに子供への愛情が伝わってきます。 Q&A7。 兄弟がいるときは誰に会わせればいいのですか？みんなで一緒に読もうとすれば誰かに会わせなければなりません。大きい子向けの絵本を赤ちゃんがじっと聞いていたり、赤ちゃん向けの絵本をお兄ちゃんが懐かしがって聞いたりということもあるでしょう。一緒に絵本を体験した喜びが兄弟の結びつきを強くします。でもたまには上の子が学校や幼稚園に行っている間に赤ちゃんと、赤ちゃんがお昼寝している間に上の子と、というように一人だけに読み聞かせる時間を作ってみてください。お母さんを独占できるって子供にはとっても嬉しいことなんですよ。動物大好き、29ページ。猫がいっぱい、赤ちゃんの絵本、グレース・スカール作、矢吹美智子訳、福音館書店、1986年20ページ。大きい猫と小さい猫、しましま猫とポチポチ猫、大きさや模様の違う猫が次々に登場して、最後はみんな一緒ににゃーを。タイトル通り猫がいっぱい出てくる本です。猫や犬は子供にとって身近な動物。お気に入りの猫を見つけて子供は嬉しげに声を上げ、指をさして喜びます。親もつられて思わずにゃーおと鳴き声が出ることも。犬がいっぱいと対になった絵本です。犬がいっぱい、赤ちゃんの絵本、グレース・スカール作、矢吹美智子訳、福音館書店、1986年20ページ。お利口さん、いたずらっ子、のんびり屋に腹ペコさん、愉快な犬たちが勢ぞろい。ページをめくるたびに目を丸くしてはしゃぐ子供の声が聞こえてきそうです。親子でおしゃべりしながら楽しんでください。私の大好きな動物は、フローラ・マクダネル作、小玉智子訳、不残坊、1995年25ページ。動物のお母さん、幼児絵本シリーズ、小森敦史文、矢部内正幸絵、福音館書店、1981年24ページ。表紙の犬の親子から、猫、ライオン、怠け者、裏表紙のアヌビスヒヒまで、くわえたり、しがみつかせたり、おぶったり、母親が子供を運ぶ様子が写真と見まごうばかり、忠実に描かれています。
どの動物もしなやかでたくましく、目の光や表情には心が感じられます。動物の親子の信頼と愛情が読んでもらっている子供にも伝わり、安心感に包まれる絵本です。身近な動物が出てくると、名前が口をついて飛び出し、会話も広がることでしょう。お母さんと一緒。幼児絵本シリーズ。藪内正幸作。福音館書店。1985年。24ページ。どうやって寝るのかな？藪内正幸の動物絵本。藪内正幸文絵。福音館書店。1987年。32ページ。みんな大あくび。幼児絵本シリーズ。藪内正幸作。福音館書店。特製版。24ページ。動物の子供たち。幼児絵本シリーズ。小森敦文。藪内正幸絵。福音館書店。1989年。24ページ。動物の親子。赤ちゃんの絵本。藪内正幸絵。福音館書店。1966年。16ページ。こんにちは、動物たち。0、1、2、絵本。戸田恭子、案。佐藤明、写真。福音館書店。1998年。20ページ。おなじみのゾウやライオンから、珍しいカピバラまで、さまざまな動物が登場する写真絵本。ページをめくるたびに、間近に迫る動物の顔の写真が迫力満点で、小さな子供たちも吸い寄せられます。僕たち子犬。筧真二文。小川雅彦写真。福音館書店。特製版。24ページ。ゾウ、キリン、ライオン。動物園で遊ぼ。福田豊文写真。中野ひろみ文。松本よし子デザイン。福音館書店。2004年。各24ページ。続刊あり。ねんね。三枝ひろ子文。アリス館。2004年。24ページ。乗り物。32ページ。ブーブー自動車。0、1、2、絵本。山本忠義作。福音館書店。1998年。20ページ。出発進行。幼児絵本シリーズ。山本忠義作。福音館書店。1984年。24ページ。出発進行。特急列車がみおちゃんとお母さんを乗せて走り出しました。ぐんぐんスピードを上げて走ります。急行列車、
普通列車と乗り換えて、ようやく着いた山の奥の小さい駅では、おじいさんと友達がみおちゃん親子を待っていました。乗り物好きの男の子はもちろん、女の子も走る列車の窓にみおちゃんたちの姿を探しながら、一緒に旅を楽しみます。風景の中に描かれたアンテナ塔や小さな看板など、読むたびに発見があるのも魅力の一つです。図鑑、自動車、幼児絵本シリーズ、山本忠義作、福音館書店、1981年、24ページ。自動車、福ちゃんマーク、赤ちゃんの絵本、寺島隆一絵、福音館書店、1966年、16ページ。小さい自動車、世界傑作絵本シリーズ、ロイス・レンスキー、文、絵、渡辺茂雄、訳、福音館書店、2005年、48ページ。ピカピカの小さい赤い自動車は、スモールさんのご自慢です。油を差し、タイヤに空気を入れて、ドライブに出かけます。ブルルルブルとエンジンをかけ、ビーッと警笛を鳴らします。プシュー。この音は？小さい自動車。世界傑作絵本シリーズ。オリジナル版。ロイス・レンスキー。文、絵。渡辺茂雄、訳。福音館書店。1971年、48ページ。小さい飛行機。世界傑作絵本シリーズ。ロイス・レンスキー。文、絵。渡辺茂雄、訳。福音館書店。2005年、48ページ。乗り物いっぱい。柳原良平、作、絵。こぐま社。2003年、24ページ。乗せて乗せて。松谷美代子、赤ちゃんの本。松谷美代子、文。東光寺圭、絵。同心社。1969年、20ページ。まこちゃんが自動車で走っていると、ストップ。乗せて乗せて。うさぎが手を挙げています。順に、クマ、ネズミの親子も乗り込んで、満員になった自動車で、ビューン。さあ、目の前にトンネルだ。遊び。34ページ。タンタン坊や。0、1、2、絵本。神沢敏子、文。柳生源一郎、絵。福音館書店。1998年、20ページ。タンタン坊やが歩いていくと、犬とひよこがタンタンタンとついてきました。お猿、うさぎ、ライオンがやってきて、頭をかいたり、ぴょんぴょん跳ねたり、みんなであくびをしていたら、ゾウがゴロリンと寝ていました。テンポの良い文章が元気いっぱいのタンタン坊やにぴったり。みんなでぐーぐー寝ている姿も、
なんとも気持ちよさそうです。子供たちはいろんな動物のまねっこを楽しみます。はねはねはねちゃん。0、1、2、絵本。中川理恵子、文。山脇ゆり子、絵。福音館書店。1998年。20ページ。メンメンバー。お出かけバイバイの本。長谷川節子、文。柳生源一郎、絵。福音館書店。2006年。24ページ。お出かけバイバイ。お出かけバイバイの本。長谷川節子、文。柳生源一郎、絵。福音館書店。2006年。24ページ。鳥や猫、カエルの子供が、お母さん、お父さんの背中のリュックに入ってお出かけです。いってらっしゃい。嬉しそうな子供たちに、バイバーイと手を振り返したくなる、ポップな楽しい絵本。暗い暗い。お出かけバイバイの本。長谷川節子、文。柳生源一郎、絵。福音館書店。2006年。24ページ。おんなじおんなじ。ブーとピョンの絵本。多田博士、著。こぐま社。1968年、30ページ。子豚のブーと子うさぎのピョンは、靴も帽子も洋服も、おんなじおんなじ。でも、ポケットの中身だけは違っていました。同じは嬉しいけれど、違っていてもまた楽しい。そう思える絵本です。何してる、何してる。ブーとピョンの絵本。多田博士、著。こぐま社。1978年、32ページ。僕のだ、僕のだ。ブーとピョンの絵本。多田博士、著。こぐま社。1977年、32ページ。Q&A8。どんな風に読めばいいのでしょうか。うまく読むことができません。上手に読もうとする必要はありません。ただ誠実に、心を込めて、いつも赤ちゃんに話しかけているように読めばいいのです。改まった口調や標準語はいりません。あなたのアクセントで、あなたの声でいいのです。大切なのは、あなたがその絵本を楽しんでいることです。タンタンのハンカチ。岩村和夫、作。改正社。1981年。40ページ。タンタンの赤いハンカチは、ちょっとおしゃれで不思議なハンカチ。大きくなあれ、ハンカチカーチカチ。おまじないで大きくなったハンカチを使って、タンタンは海賊になったり、闘牛士になったり、空を飛んだり。タンタンが次々に繰り出すアイデアは、子供のとらわれない発想そのもの。子供はタンタンと一緒に思いっきり想像の翼を広げます。シリーズを通してタンタンは子供たちの良い友達になること間違いなし。
ね、素敵でしょ。タンタンの帽子。岩村和夫作。改正社。1978年。40ページ。タンタンのズボン。岩村和夫作。改正社。1976年。40ページ。おばあさんが作ってくれたタンタンのズボン。まだ大きすぎるけど、タンタンはこのズボンが大好きです。ズボン釣りを使って、いろんなことができるんですよ。ね、素敵でしょ？うずらちゃんのかくれんぼ。幼児絵本シリーズ。木本桃子作。福音館書店。1994年。32ページ。うずらの子とひよこがかくれんぼ。もういいかい？まだだよ。もういいかい？もういいよ。うずらちゃんは体の模様とよく似た花やキノコの間に、ひよこちゃんも色と形が自分にそっくりなひょうたんに紛れて隠れます。やがて雨が降ってきて、子供たちはかくれんぼが大好き。どこに隠れたのかな？の問いかけに、ここ、と得意げに答えます。お母さんたちが迎えに来てくれる結末は、かくれんぼと同じくらい子供の心を満足させるでしょう。こちょこちょこちょ。ほっぺっぺ絵本。内田林太郎作。長野秀子作。同心社。1996年。32ページ。Q&A、テレビや DVD の絵本シリーズを見せているので、親がわざわざ読んでやらなくてもいいのではないですか？テレビなどの音は、相手が誰で何を感じていようともお構いなしに一方的に発せられます。テレビの力を借りてたくさん聞かせてもらうより、お母さんやお父さんが自分だけのために心を込めて読んでくれる方が子供にとってはどれだけ嬉しいかわかりません。読み聞かせは本の内容を伝えるだけのものではありません。大好きな人と一緒に過ごす時間そのものが何者にも変えがたい子供の宝となって心に残るのです。見つけた。38ページ。金魚が逃げた。幼児絵本シリーズ。五味太郎作。福音館書店。1982年。24ページ。金魚鉢から逃げ出した金魚は、カーテンの模様になったり、鉢植えの花になったり。子供たちは、絵の中に隠れている金魚を見つけて、嬉しそうに指さします。親子で遊べる絵本です。隠したのだあれ。動物あれあれ絵本。五味太郎作。文化出版局。1977年。24ページ。食べたのだあれ。動物あれあれ絵本。五味太郎作。文化出版局。1977年。24ページ。Q&A 10。絵本の読み聞かせはいつまで続けたらいいのですか？大きくなってもできるだけ読んでやってください。絵本は読んでやるものです。字が読めるようになっても、字を読みながら絵を同時に楽しむことはできません。字を覚えたばかりの子供は文字をたどるのに精一杯で、
文章の内容まで理解しているわけではないのです。この時期に読み聞かせをやめてしまうと、そのまま本との関わりが途絶えてしまうこともあります。小学生になって物語の本を一緒に読むのも楽しいですよ。わらべ歌のページ、丸三。タンポポタンポポ。ホタル来い。ほ、ほ、ホタル来い。キーリスチョン。雨コンコン。39ページ。春、夏、秋、冬、わらべ歌。1、タンポポ、タンポポ。春、お散歩の途中でタンポポの綿毛を見つけたら、この歌を歌って、ふーっと吹いてみましょう。タンポポ、タンポポ、向こう山へ飛んでけ。タンポポ、タンポポ、向こう山へ飛んでけ。二、ホタル来い。ほ、ほ、ホタル来い。夏、ホタルの歌、二曲。二人で同時に歌うと、とっても綺麗です。ホタル来い。山道来い。安堵の光をちょいと見て来い。ほ、ほ、ホタル来い。あっちの水は苦いぞ。こっちの水は甘いぞ。ほ、ほ、ホタル来い。ホタル来い。山道来い。安堵の光をちょいと見て来い。同時に歌うときは繰り返します。ほ、ほ、ホタル来い。あっちの水は苦いぞ。こっちの水は甘いぞ。ほ、ほ、ホタル来い。三、キーリスチョン。秋、キリギリスやバッタを見つけたら、この歌を歌いながら一緒に飛んで遊びましょう。チョンのところで飛びます。まだ歩けない子供なら、お母さんやお父さんのおんぶ抱っこで飛んでもいいですね。キーリスチョン、子供に取られてアホらしチョン。キーリスチョン、子供に取られてアホらしチョン。四、雨コンコン。冬、雪を呼ぶ歌です。臨床しても綺麗です。雨コンコン、雪コンコン。おらえの前さ、たんとふれ。お寺の前さ、と降れ、雨こんこん、雪こんこん。雨こんこん、雪こんこん。おらえの前さたんと降れ。お寺の前さちっと降れ。雨こんこん、雪こんこん。ジャンプ40ページ。ホップステップでいろいろな絵本と出会い、たっぷりとその世界を楽しんだ子どもたちのために、少し長めでストーリー性のある絵本を紹介しています。ステップの絵本が物足りなくなってきたなと思ったら、さらにジャンプ。もう少し大きくなってからでも十分楽しめる絵本ばかりです。慌てないで子どもの成長に合わせて手に取ってみてください。絵本でしつけをしようとしたり、無理に何かを教え込もうとしないでください。楽しくなければ子どもは絵本そのものが嫌いになってしまいます。
絵本が与えてくれる豊かな世界から子供を遠ざけてしまうなんて、それはあまりにもったいないことです。大きな株、ロシアの昔話、子供の友絵本、A. トルストイ祭話、内田理沙子役、佐藤忠良絵、福音館書店、1966年、28ページ。おじいさんが丹精込めて育てた大きな株。うんとこしょ、どっこいしょ。おじいさんは株を抜こうとしますが、抜けません。そこでおばあさんを呼んできて、二人で引っ張りますが、抜けません。おばあさんは孫を、孫は犬を、犬は猫を、猫はネズミを呼んできて、子供たちは横長の画面いっぱいに株を引っ張る人数が増えていく様子に喜び、登場人物と一緒に掛け声をかけます。文章に合わせて親子でリズムを取りながら楽しめるでしょう。三匹のヤギのガラガラ丼。福ちゃんマーク。アスビョルンセンとモーによるノルウェーの昔話。世界傑作絵本シリーズ。マーシャ・ブラウン絵。セタ・テイジ役。福音館書店。1965年。32ページ。お団子パン。ロシア民話、日本傑作絵本シリーズ、瀬田定治役、脇田和絵、福音館書店、1966年、24ページ。不思議な太鼓、福ちゃんマーク、日本昔話、岩波の子供の本、石井桃子文、清水昆絵、岩波書店、1953年、70ページ。手袋、福ちゃんマーク、ウクライナ民話、世界傑作絵本シリーズ、エウゲーニー・エムラチョフ絵、内田理沙子役、福音館書店、1965年、16ページ。森の中でおじいさんが落とした片方の手袋。その中で食いしん坊ネズミが暮らし始めます。ぴょんぴょんガエル、早足ウサギと次々にやってきて小さな手袋に潜り込みます。最後にクマがやってきて、ハラペコアオムシ、福ちゃんマーク、エリック・カール作、森久志役、改正者、1989年、初版、1976年、25ページ。機関車ホブノブ、子供の友年中向き、2007年10月号、ルース・エインズワース作、上条由美子役、安徳明絵、福音館書店、1985年、27ページ。チビゴリラのチビチビ、ルース・ボンスタイン作、岩田美美役、ホルプ出版、1978年、32ページ。小さなゴリラは森の人気者。みんな、ちびちびのことが大好きでした。周囲の愛に包まれ、祝福されて成長していくちびゴリラは、子供の理想の姿そのもの。幸せな子供時代をたっぷり味わわせてくれる絵本です。小さなうさこちゃん。子供が初めて出会う絵本。
ディック・ブルーナー、文、絵。石井桃子、訳。福音館書店、1964年、28ページ。大きな庭の真ん中に、かわいい家がありました。ふわふわさんに、ふわ奥さん、2匹のうさぎが住んでます。文章も、デザインも、色使いもシンプルですが、洗練されたものが持つ安心感があります。子供が初めて出会う絵本とありますが、少し絵本に慣れた頃に読んでやった方が、より楽しめるシリーズです。この第一作は、うさこちゃんの誕生を祝福する幸せな気分と安らぎに満ちています。静かな落ち着いたひとときに、ページを開いてみてください。雪の日のうさこちゃん。子供が初めて出会う絵本。ディック・ブルーナー、文、絵。石井桃子、訳。福音館書店。1964年、28ページ。うさこちゃんと海。子供が初めて出会う絵本。ディック・ブルーナー、文、絵。石井桃子、訳。福音館書店。1964年、28ページ。森の中、福ちゃんマーク。世界傑作絵本シリーズ。マリー・ホール・エッツ、文、絵。まさき・るりこ、訳。福音館書店。1963年、40ページ。私のワンピース。福ちゃんマーク。西巻かや子、絵と文。小熊社。1969年、44ページ。カバくん、福ちゃんマーク。子供の友絵本。岸田恵里子作。中谷千代子、絵。福音館書店。1966年、28ページ。小さな猫、福ちゃんマーク。子供の友絵本。石井桃子作。横内城、絵。福音館書店。1967年、28ページ。小さな猫が家を飛び出します。自動車に轢かれそうになったり、大きな犬に追いかけられたり、子猫の声を聞きつけたお母さん猫が助けに行きます。子供も子猫と一緒になって冒険できる絵本です。親切な友達、福ちゃんマーク、子供の友絵本、ファン・イーチュン作、君島久子役、村山智義絵、福音館書店、1987年、28ページ。花尾くんくん、福ちゃんマーク、世界傑作絵本シリーズ、ルース・クラウス、文、マーク・シーモント、絵、木島はじめ、役、福音館書店、1967年、32ページ。いたずら子猫、世界傑作絵本シリーズ、バーナディン・クック、文、レミー・シャーリップ、絵、まさき・るりこ、役、福音館書店、1964年、48ページ。生まれて初めて亀を見た子猫が、亀をポンと叩くと、亀の動き一つ一つが、子猫には驚きの連続です。二色刷りのシンプルな絵が、子猫の心理をよく表していて、初体験のドキドキを、共に味わうことができます。小さなヒッポ、福ちゃんマーク、マーシャ・ブラウン作、内田理沙子役、改正者、1984年、32ページ。
植木屋のくまさん、世界傑作絵本シリーズ、フィービーとジョン・ウォージントン作、絵、まさきるりこ役、福音館書店、1987年、32ページ。ドロンコ・ハリー、福ちゃんマーク、世界傑作絵本シリーズ、ジーン・ジオン・ブン、マーガレット・ブロイ・グレアム、絵、渡辺茂雄役、福音館書店、1964年、32ページ。アンガスとアヒル、福ちゃんマーク、世界傑作絵本シリーズ、マージョリー・フラッグ作、絵、セタ・テイジ役、福音館書店、1974年、32ページ。ガンピーさんの船遊び、福ちゃんマーク、ジョン・バーニンガム作、三吉夏也役、ホルプ出版、1976年、32ページ。これからも、ずっと、絵本大好き、46ページ。0歳、1歳、2歳の子供に向けて、たくさんの絵本を紹介してきました。気に入った本が、1冊でも、2冊でも見つかれば、嬉しく思います。子供たちは、本の世界の入り口に立ったばかり。これから出会ってほしい絵本や物語の本がまだまだたくさんあります。生駒市図書館ではこのブックリストに先立ち、絵本大好き、3歳からの絵本リスト、いい本見つけた、小学校1年から3年生、いい本見つけた、小学校4年から6年生の3冊を発行しています。短い子供時代にぜひ出会ってほしい本を紹介したブックリストです。これらのブックリストを通して出会った本と子供たちがいつまでも友達であることを心から願ってやみません。作品47ページ。署名作品は、署名、シリーズ名の50音順に並んでいます。シリーズ名は必要と思われるもののみ掲載しています。人名作品は、著者、役者、画家、写真家、編者などの50音順に並んでいます。日本人名、外国人名とも、姓、名の順。なお、表記が異なっても、同一人と認められるものは、まとめて表示しています。長音は無視し、濁音、半濁音は正音とみなして配列しています。署名作印48ページ。あ行。赤い風船15ページ。赤ちゃんとお母さんの遊び歌い本10ページ。上がり目、下がり目10ページ。遊びましょう8ページ。あっち見て、こっち見て14ページ。アンガスとアヒル45ページ。あんた方どこさ10ページ。いいお顔16ページ。いいな、いいな、21ページ。いこまのわらべ歌、10ページ。いたずら子猫、45ページ。いちご、26ページ。いちじく人参、9ページ。いないいないばあ、2ページ。犬がいっぱい、29ページ。いろいろお世話になりました。9ページ。植木屋のくまさん、45ページ。うさぎうさぎ、
何食べてるの？16ページ。うさこちゃんと海、43ページ。うずらちゃんのかくれんぼ、37ページ。梅干しさんの歌、10ページ。えんやらりんごの木、8ページ。大きな株、41ページ。お母さんと一緒、30ページ。お母さんと子供、16ページ。おうくんおんぶ、21ページ。おさじさん、19ページ。お散歩、お散歩、20ページ。お団子パン、41ページ。お月様、こんばんは、24ページ。お出かけしようか、3ページ。お出かけバイバイ、34ページ。おててが出たよ、19ページ。お父さん遊ぼう、22ページ。おにぎり、28ページ。お日様あはは、23ページ。お風呂でチャプチャプ、22ページ。おやすみなさい、3ページ。おやすみなさい、お月様、24ページ。おやすみなさい、コッコさん、24ページ。おやすみなさいの本、24ページ。おんなじ、おんなじ、35ページ。おんぶ、おんぶ、ねえ、おんぶ、21ページ。家業、顔顔、どんな顔、23ページ。かかかかか、12ページ。隠したの、だーれ、38ページ。傘、20ページ。傘さしてあげるね、20ページ。ガタンゴトン、ガタンゴトン、4ページ。ガチャガチャドンドン、11ページ。カバくん、44ページ。ガンピーさんの船遊び、45ページ。機関車ホブノブ、42ページ。キュッキュッキュッ、19ページ。キリン、31ページ。金魚が逃げた、38ページ。果物、26ページ。くつくつ歩け、19ページ。くっついた、3ページ。くまくんの絵本、22ページ。くまさん、くまさん、何見てるの？15ページ。くまのテディちゃん、19ページ。暗い、暗い、34ページ。黒猫母さん、13ページ。子熊ちゃん絵本、9ページ、18ページ。子熊ちゃんの水遊び、18ページ。ここよ、ここよ、17ページ。こちょこちょこちょ、37ページ。子供とお母さんの遊び歌絵本、10ページ。ご飯食べよ、3ページ。ごぶごぶごぼごぼ、11ページ。コロコロコロ、14ページ。こんにちは、22ページ。こんにちは、動物たち、31ページ。作業、さあ、食べようね、16ページ。サーカスを見よう、16ページ。さよなら三角、9ページ。三角、14ページ。3匹のヤギのガラガラ丼、41ページ。自動車、32ページ。出発進行、32ページ。ジョーンとアヒル、18ページ。
白熊ちゃんのホットケーキ18ページ。親切な友達44ページ。図鑑自動車32ページ。せんべ焼けた7ページ。象31ページ。象くんの散歩20ページ。他行抱っこして21ページ。抱っこねえ抱っこ21ページ。食べたのだあれ38ページ。卵の赤ちゃん17ページ。誰のうちかな16ページ。タンタンのズボン36ページ。タンタンのハンカチ36ページ。タンタンの帽子36ページ。タンタン坊や34ページ。小さい自動車33ページ。小さい飛行機33ページ。小さなうさこちゃん43ページ。小さな猫44ページ。小さなヒッポ45ページ。ちびゴリラのちびちび42ページ。ちびすけどっこい7ページ。出てこい出てこい17ページ。手袋41ページ。てんてんてん3ページ。どうすればいいのかな22ページ。動物園で遊ぼ31ページ。動物のお母さん30ページ。動物の親子30ページ。動物の子供たち30ページ。どうやって寝るのかな ?30 ページ。トト結構夜が明けた7ページ。ドロンコハリー45ページ。な行。何してる何してる35ページ。日本のわらべ歌1から4、10ページ。人参27ページ。猫がいっぱい29ページ。ねんね31ページ。乗せて乗せて33ページ。乗り物いっぱい33ページ。は行。バイバイ13ページ。走るの大好き13ページ。鼻をくんくん44ページ。はねはねはねちゃん34ページ。腹ペコ青虫42ページ。ハリネズミ母さん16ページ。パン大好き28ページ。ひまわり13ページ。ぴょーん4ページ。開いた開いた9ページ。ブーとぴょんの絵本35ページ。不思議な太鼓41ページ。ブーブー自動車32ページ。ブーブーブー4ページ。ペロペロペロ23ページ。僕たち子犬31ページ。僕のだ僕のだ35ページ。僕の人参27ページ。魔行。待て待て待て7ページ。マリ13ページ。丸くて美味しいよ15ページ。丸々14ページ。みんな大あくび30ページ。みんなで遊ぶわらべ歌10ページ。
目の窓開けろ、13ページ。めんめんばあ、34ページ。もう起きるかな、3ページ。もけらもけら、11ページ。もこもこもこ、11ページ。ものの絵本、1日、3ページ。森の中、44ページ。野行、野菜、26ページ。野菜大好き、27ページ。ヤマトのわらべ歌、10ページ。雪の日のうさこちゃん、43ページ。夢ニコニコ、12ページ。ラ行、ライオン、31ページ。リンゴ、2ページ。和行、私の大好きな動物は、29ページ。私のワンピース、44ページ。わらべ歌で子育て、応用編、10ページ。わらべ歌で子育て、入門編、10ページ。ワンワン、ワンワン、12ページ。人名作品、51ページ。阿行、阿部八重、10ページ。安西水丸、4ページ。安徳明、42ページ。生駒市教育委員会、10ページ。石井桃子、24ページ、41ページ、43ページ、44ページ。石竹三重、16ページ。岩崎千尋、22ページ。岩田美美、42ページ。岩村和夫、36ページ。ウォージントン、ジョーン、45ページ。ウォージントン、フィービー、45ページ。内田理沙子、41ページ、45ページ。内田林太郎、37ページ。エインズワース、ルース、42ページ。エッツ、マリーホール、44ページ。遠藤照代、8ページ。大阪 YWCA 千里子ども図書室、3ページ、9ページ。大沢章介、16ページ。大島妙子、10ページ。大塚一夫、3ページ。大友康夫、22ページ。小川雅彦、31ページ。家業、改正社編集部、15ページ。家計新事、31ページ。梶山敏夫、10ページ。片山健、21ページ、24ページ。鎌田信子、2ページ。上条由美子、42ページ。カール・エリック、15ページ、42ページ。神沢敏子、17ページ、34ページ。岸田恵理子、44ページ。木島はじめ、44ページ。君島久子、44ページ。木本桃子、37ページ。クック・バーナディン、45ページ。クラウス・ルース、27ページ、44ページ。グレアム・マーガレット・ブロイ、45ページ。グレタ・ヤヌス、ヘルツ・グレタ・ヤヌス、19ページ。小風幸、3ページ。小玉智子、29ページ。小西栄子、15ページ。小林恵美子、
7ページ、10ページ。駒形克美、11ページ。五味太郎、12ページ、38ページ。小森敦、30ページ。近藤信子、10ページ。権森夏子、9ページ。作業、三枝裕子、31ページ。佐藤明、31ページ。佐藤中良、41ページ。ジオン、ジーン、45ページ。清水コン、41ページ。シーモント、マーク、44ページ。シャーリップ、レミー、45ページ。シャロー、ジャン、24ページ。ジョンソン、クロケット、27ページ。スカール、グレース、29ページ。瀬川康夫、2ページ、16ページ。瀬田定時、24ページ、41ページ、45ページ。瀬名恵子、27ページ。曽谷清、28ページ。他行、高畑淳、12ページ。多田博、35ページ。谷川俊太郎、11ページ、13ページ。張新太、13ページ、21ページ、23ページ。須田露頭、18ページ。デュボアザン、ロジャー、19ページ。寺島隆一、32ページ。東光寺圭、19ページ、33ページ。戸田恭子、31ページ。トルストイ、A、41ページ。那行、中川理恵子、34ページ。中谷千代子、44ページ。中辻悦子、11ページ、14ページ。長野秀子、37ページ。中野博隆、20ページ。中野博美、31ページ。中野正隆、20ページ。奈良市温情館、10ページ。西牧かや子、20ページ、21ページ、44ページ。破行、長谷川節子、20ページ、34ページ。ハード、クレメント、24ページ。バーニンガム、ジョン、45ページ。林明子、17ページ、19ページ、24ページ。原田治、20ページ。東薫平、13ページ。平野恵里子、10ページ。平山映像、28ページ。平山和子、26ページ、28ページ。広瀬源、13ページ。広野貴子、20ページ。ファン・イーチュン、44ページ。福音館書店、母の友編集部、10ページ。福島昭恵、28ページ。福田豊文、31ページ。ブラウン、マーガレット・ワイズ、24ページ。ブラウン、マーシャ、41ページ、45ページ。フラッグ、マージョリー、45ページ。ブルーナ、ディック、43ページ。ヘルツ、グレタ・ヤヌス、19ページ。細谷・ガン、10ページ。ボンスタイン、ルース、42ページ。魔行、前川和夫、23ページ。マクダネル、フローラ、29ページ。
正木瑠璃子、44ページ、45ページ。真島節子、7ページ、10ページ。マーチン・ビル、15ページ。松井のり子、13ページ。松岡達秀、4ページ。松谷美代子、2ページ、8ページ、16ページ、19ページ、22ページ、33ページ。松野まさ子、2ページ、3ページ、16ページ、18ページ、20ページ。松本よし子、31ページ。松谷さやか、16ページ。マリ・イエラ、15ページ。丸木俊、8ページ。三浦太郎、3ページ。三吉夏也、45ページ。ミトゥーリチ、M、16ページ。村山智義、44ページ。本永貞政、11ページ、14ページ。森久志、42ページ。野行、野牛源一郎、9ページ、10ページ、17ページ、34ページ。柳原良平、12ページ、23ページ、27ページ、33ページ。藪内正幸、3ページ、17ページ、30ページ。矢吹美智子、29ページ。山下陽介、11ページ。山本忠義、14ページ、32ページ。山脇百合子、34ページ。湯沢明美、19ページ。横内丈、44ページ。羅行、ラチョフ・エウゲーニー・ M、41ページ。レイ・ H・A、16ページ。ベンスキー・ロイス、33ページ。ロー・マーガレット、18ページ。和行、和歌山・健、9ページ、18ページ。和歌山静子、3ページ、13ページ。脇坂勝治、3ページ。脇田和、41ページ。渡辺茂雄、22ページ、27ページ、33ページ、45ページ。原本奥付け、赤ちゃんだって絵本大好き。0歳、1歳、2歳の絵本リスト。発行、2008年9月。2014年12月改訂版。発行者、生駒市図書館。郵便番号、630-0212。奈良県生駒市、辻町、238番地。電話、0743-75-5000。ホームページ、http://lib.city.ikoma.lg.jp/。以上で、赤ちゃんだって絵本大好きを終わります。制作2022